ハローアースノイド。要素だけ部分部分で書き出すとほんとやべえやつに見えるに対するネットの反応をお送りするよ。親殺しで人手なしでカルト信者なテロリスト主人公。やべえやつなのは事実では。設定的にも役ネタだらけでよく放送できたよね。金で雇われた奴に洗脳されて親殺しになった少年兵。洗脳解けてこの世に神はいないと絶望した中でガンダムという偶像に心を奪われた。切ない不正エイって名前がいい感じにカモフラージュになってた説あると思う。結構がっつり見ないと日系人だと思いそう。洗脳されてたとはいえ普通に悪人でも何でもない親を殺してるもんだ。宗教でいいように使われてる少年兵ってよく放送許されたな。でも後年自分の親殺したことを夢で見るくらい後悔してるんだよね。明確なトラウマになってて少年兵のことはソレスタルビーイングのメンバーに知られているけど、親殺しのことを言ったのはマリナだけだからな。なお大人の自分が子供の自分を止める願望が入ってる模様。あとかつて自分が信じてた神の否定も入る。書き出すと彼の後悔が感じられて切なくなる。まったくだな、こいつは相当ろくでもない奴に違いねえぜ。そんな風に少年兵を洗脳したサーシスの目的は、ただテロで憎しみと戦争激化させて楽しく戦いたいからって理由でカルトですらないのが一番ひどい。あまりにアホらしくて刹那に冷めた目で見られるのいいよね。人手なし、カッコガチで普通の人間じゃない。純粋種のイノベーターでもエルスと融合したハイブリッドイノベーターでもなく、種族切ない不正 A になってるからな。鉄血の小川がプロデューサーだったら報いとか言って最後に殺されてそう。無学な少年兵で人殺しだもんな。鉄血だったら死んでるわ。逆に言うと、これだけ重たい量を背負った青年が自分で自分を許し救うことができた物語が好評を得た後に鉄血に気候犯をやるのが口が過ぎんか。ただの自己満足だったと思われる。こいつと鉄火団の違いは変わる意思があるか否かだったのでは。刹那が変われた鉄火団は変わる意思がそもそもなかった。変わろうにもそれをできる世界だったか。武力を手放してもクソみたいな連中に食い荒らされてしまいなのは2期1話からわかるだろうに。何も武力を手放すことだけが変わるということじゃないだろ。まあ刹那はソレスタというスーパー秘密結社と成長を促してくれる見識深い仲間たちがいて、鉄火団はマジで汚い大人たちが多かった。致命的な違いもあるが、なんならソレスタルビーイングはその汚い大人連中に嫌気がさしまくって、世界変えたるわって吹っ切れた人たちが時間かけて作った組織なんよな。言い出しっぺのイオリアも外宇宙に進出する前に人類に変革してもらおうって考えだったね。ソレスタルビーイングは戦力も資金も豊富で能動的に武力介入できる組織だからレベルが違う。鉄血で言えばギャラルホルンみたいなもん。鉄火団はギャラホ相手に終わりのないディフェンスをするだけで精一杯だった。三日月ら鉄火団は良くも悪くもつながりが強すぎた結果があれだから、そういう意味では刹那はテロ組織時代の仲間とはつながりが薄く、ソレスタルビーイングともマリナともほどほどのつながりだったのが良かったのかな。鉄血はつながった先がほとんどろくでもなかったのが原因。しかもクーデリアが来た時点でギャラルホルンが来て追い払わないといけないルートになるんで、ルート的にも罪。鉄火団も早期に離れた組は普通に救われてるからな。刹那もいろいろ抱えていたけど集団への執着がなかったのは正解だった。実際刹那はリボンズが運命感じてなかったら死んでいる身だしな。リボンズもあの刹那の眼差しで自分が上位種だと思うようになったと思うと、互いにとっての運命なのよな。少年兵時代になんだお前死ぬのが怖いのか、みたいな感じで仲間にキレられてたりしてたし、少年兵時代に割と洗脳解けてそうだけどなんで解けてるんだ。ガンダムに出会ったから。ガンダムに出会ったのってテロ組織の最後あたりじゃなかったっけ。ゴーガンダムに助けられたのは地獄テロの前なの。アニメしか見てないから時系列があんまわからん。確かガンダムに出会う前から洗脳は解けてたんじゃなかったっけ。そして新しく進行枠に入ったのがガンダム。イオリアによる明確な思想浸透、イオリアの産物による戦力優位や思想の安定、優位の根源の一つたる GM ドライブによる安定したイノベーター発生の実現と、実際あの人のありがたみがむちゃくちゃ強い。それはそれとして刹那がガンダムじゃなかったら、計画のいろんなピース、もちろん最後の1ピースは絶対に埋まらなかった。刹那はそんなやつ。まさしく刹那がリボンズに言い放った俺を救い、俺を導き、
俺の前で髪を気取るって言葉がすげえ刺さるんだわ二人に。兄殺し、師匠殺し、人手なし、運弱いか。兄殺しの回数一回足りてないぞ。ソレビはグラハムサジとか不特定多数の人間の人生狂わせちゃってるからな。ただエルスの時にソレビの今までの活動がなかったら絶望的という。人手なし VS 人手なしの夢の戦い見てよ俺。同族殺し、裏切り者、モビルスーツ窃盗、テロリスト。前二つはどう見ても正当防衛としか、なお本人へのメンタルダメージ。刹那というとんでもねえ過去持ってる主人公なのに、ガンダムでは珍しいハッピーエンドを迎えた男。本人は満足してるけど言うほどハッピーエンドか。俺には生きている意味があった。って言ってるし、運命の相手とも分かり合えたし、ハッピーエンドでいいだろう。実際映画の後どうなるんだろうな。マリナのこと見とることになりそうで悲しいような幸せなような。実際この刹那はマリナの寿命をどうにかできそうだけど、それを彼らがするかはわからないというか、それしたらいろいろ台無しになる可能性もある。人間としての幸せは失ったから、それが報いとも言える。オーディオコメントで監督がこの姿にトガとか罰とか言ってた気がする。実際がユンも刹那が一人にならないようケイリアもそばにいるとかコメントしてた覚えがあるし、悪い意味の報いでなく本人が満足してるし、成してきたことが報われた側よな。本人はずっと死ぬ気っていうか、死んでもおかしくない、死んで当たり前っていう感情を持ちながら戦ってきてたからな。刹那の生き方は食材を求めるとか人のそれに近いんじゃなかろうか。現代の方に照らすと刹那の少年時代の兵士活動、テロ活動って罪に問われる？逆に聞きたいが、罪に問われないテロ活動ってある？年齢と洗脳って要素でちょっと考えた。少年兵用の救済センターって言葉も聞いたことあるし。無意味にやったことを貫くのが正しいわけでもないからな。まあだからこその2期での活動なわけでして、自分たちが世界を歪ませたから責任取って歪みを正しますで行動しているからね。2期のソレスタルビーイングは親を殺して褒められて笑うくらい強烈な洗脳を受けた少年兵時代の頃ですら、死にに行く仲間を止めようとする感性を持ち始めたのが無謀すぎる。だからこそ人類初のイノベーターになれたのかもしれないけど。ずっとマリナと子供たちが歌っている空間の平和な空間にはいられないって思ってたんだよね。変革が始まってきたあたりに子供たちの歌を聴かせてくれってマリナにお願いしてるから、イノベーターになりつつある時から刹那も変わり始めてきてた。実際子供たちの歌を聴きに行ったかどうかは不明だけど、媒体によっては一度マリナに会いに来たっていうのをやってるのもあるけど、本編はそこからずっと会わずしまい。ガンダムガンダム行ってなかったら重すぎて見てらんない。最初の頃に出てきた俺がガンダムだという言葉が実は伏線で、刹那の物語の最後の最後でしっかり回収されるとは完全予想外だったぜ。刹那、俺には生きる意味があった。いいよね。